カレー残ってるけど、もうちょっとカレー3日目は無理、さすがにカレーすぎる。でも明日は食べます。このリップはリリミューデさんの、指原さんのとこの。食べる。冷蔵庫入れてるし、ちゃんと冷蔵庫入れたし、もう汗かいてさ、汗で前髪がもう変な感じなんですよね。え、カレーうどんって言うけどさ、でもさ、カレーうどんってさ、言うてなんかあれじゃない、そのだし追加するからさ、結局カレーあんま消費できなくない？なんていうの、だってカレーうどんってさ、なんていうんだろう、そのスープまで全部飲まないとさ、結局捨てちゃうから意味なくないって思っちゃうんだけど、そこに関してはどう思います、皆さん。いい天気、あ、いい天気だね、確かに。なんか寒くない、そこまで。ちょっと寒かったけど、でもそんなさ、うえーってならない。カレー飽きるっていうか、そもそも同じものを毎日食べるのが苦手かもっていうのに気づいた。てか苦手、出し込みでそこまでですかね。いや本当にね、そうなんだよ結局な。えいかさん、クマ風船ありがとうございます。だし追加しない、だし追加しなくてもでも美味しいけどさ、結構絡んで美味しいんだけど、そう。だから若干ほんのちょっとだしを入れるぐらいがいいかもしれない。カレーリゾットは昨日作った、毎日食べても飽きないやつは、え、なんだろう、納豆かけご飯かな、なんだろうね。いや私もね、昔はね、そのままカレーに突っ込んでたんですけど、でもなんかだしちょっと入れた方が美味しいみたいな。卵かけご飯はね、私ね、久しぶりに食べると超美味しいんだけど、毎日食べてるとなんか味がねダメになってくるんだよね。ピラフ、ピラフって絶対使わないでしょ、そんな。リップよく似て、いや私冷凍嫌なんだよ、カレーは冷凍したくない、さすがに絶対嫌じゃない。カレー冷凍マジで苦手だな、食べたことないけど冷凍のカレーなんて。ヘンダコちゃん、クマポップコーンありがとうございます。なんかそのもともと液体っていう形はあれだけど、ドロドロのものをなんか冷凍するのも嫌かも。なんだろう、何があるかな、例で言うとシチューとかも嫌だし、あとなんだろうな、結構ドロドロしたもので冷凍でしょう。あ、そもそもそう、じゃがいもはダメらしいし、私じゃがいも入ってるから。何があれかな、よくあるので言うと、ちょっと例が出てこないけど、カレーのホットサンド、え、でだからホットサンドってそんなできなくない、量使わないじゃん。1回3作ったん、そう1回で作ったらいっぱいできた、当たり前だけど。そんなだから、まあなんて言うんだろうかね、なんかカレーのルーを半分しか使わないって私できないんですよね。
なんかすっごいでっかい星飛んできた。なんか今巨大星飛んできた。今何これ、いつごろさん巨大星ありがとう、巨大スターありがとうございます。いやもうこれビッグスターというか、すごいめちゃめちゃでかい星。これ何これ、何このデカスター、初めて見たかも。カレーパンか、パン作るとこから始めなきゃいけないな。カレーコロッケ、あーいやー、あーどうしようかな。もう仕方ないよ、普通にカレーとして食べるのが一番早いよね。毎日カレー食べるしかないよね。鍋ね、いやそれ思った、頑張ってカレー食べるわ。美味しいしね、味は美味しいんだよ。ただその同じものをいっぱい食べるのが無理ってだけなの。虹星2種類ある、そうなの。私このでかいの初めて見たかもしれない。やばい、もう疲れすぎて、お疲れっていうギフトめちゃめちゃ嬉しい今もうお疲れってポンポンってこの画面出てくるのが嬉しい。まあ焼きカレーってかカレードリアにするのはありだよね。カレーパスタいいっていうよな。チーズ足した選手、なんか昨日リゾットにチーズ入れたし。いい、疲れちゃったよ。でも明日は一旦お休みですね。あさってはちょっとお昼お友達とのお約束があって、しあさってはノーパラのステージリハがあるかな。やばいマジでステージリハちゃんと歌えるかしら。初めての印象は目立たない男の子、年のせいにやってきた間の悪い転校生。猫鳥さん結婚してありがとうございます。嫌です。私の机の隣が空いてて、なりゆきでスバル、全然意識なんてしてなかったのに、自然に話し始めてたのは、うんうんって言ってて、なんでなんで、何言うねで。のっぱら楽しみですね。やばい、この配信終わったらバタンって寝そう。たださっき焼き鳥で鶏皮、ニンニクの鶏皮巻き食べたから口が臭い。多分今の私の口臭い、こう他の人にハーってやったらめちゃ臭いと思う。ニンニク食べたからでもノープラン普通に楽しみ。はーって言われてください。はー、うまそうってなんだよ焼き鳥が
めっちゃ美味しかったよ。最近私はカリウムを飲み始めました。カリウム、サプリ的な。なんか私はむくみがすごいからカリウムを取ったらいいっていうのが分かって、そう、カリウムを毎朝飲むようにしてます。そう、聞いてるのか分かんないけど、でも大事らしいですよ。来週バリウム、ちょっとインフムみたいなやめて、私のカリウムに対抗して。バリウムマジでまずいらしいね。やったことないけど私。みる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 、なんかさ最近バズってなかったっけ、なんかこれ飲んだら成長したみたいな。カリウム取れないって。カリウムはね、アボカドとかに入ってる、いっぱい。スヘリベ、僕の船、水素にヘリウム、リチウム、ベリリウム、オーソ、炭素、窒素、酸素、フソ、ネオン、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイソリン、硫黄、塩素、アルゴン、カシウム、カルシウム、あ、こんなんだっけ。セノビックじゃない。なんだって、カリウム飲むってサプリ。そう、カリウム飲んでる。カリウムのサプリ。おしゃれな、これ学校になったわけじゃない、これなんか YouTube 調べてたら出てきた。元素記号歌って調べたらなんか歌ってる人がいて、それで覚えた。てかこの歌が覚えてしまった。でも高校終わってから知ったから名前見なかったかも。カリウム根に効く、どういうこと。根、ね、理系とか物理とか。理系だったんだけどな、全然物理できなかった。科学も無理だった。なんかその私結局公式覚えたりするのが無理だった。あ、眠たい。みんな15分経ったらごめん、今日終わってもいい。眠たいな。理系だったんだけど、でも物理で点数1点取っちゃったことあるから、まあ、理系じゃないかもしれない。しかも文系科目なんか得意だったし。覚える、理解する。もう無理だよ、意味わかんない。もう授業寝てたことがあったから何言ってるかわかんなくて。あ、でも今日1666だ。ごめんな、今日はちょっと早く終わるぜ。13位すみさん、ありがとうございます。12位ラブ北海道さん、ありがとうございます。11位翔さん、ありがとうございます。15位ハンマ、ありがとうございます。9位ひろちさん、ありがとうございます。8位とうち太郎さん、ありがとうございます。7位あたりさん、ありがとうございます。6位長次郎さん、ありがとうございます。5位三つごろさん、ありがとうございます。4位猫鳥さん、ありがとうございます。3位てんてこちゃん、ありがとうございます。2位えいかさん、ありがとうございます。1位 HKT チョイツおじさん、ありがとうございます。てか一昨日ぐらいにさ、誕生日の人がさ一人配信来たんだけど、他にも誕生日の人いたっぽいんだよね。コメントじゃないんだけど、タグつけて載せてくれてたのに配信で
誕生日ですって送らなかったのか私が見逃しただけなのか分かんないけど、私のファンの人だったから歌うたかったけど、でも配信を見てたっぽいんだよね。この前コメントなかったからどうしたんだろうと思って、せっかく誕生日だったのに。4連勤頑張ってこい、4連勤ひなは一旦ストップじゃん。あ、じゃあとりあえず今日は終わります、ごめんちょ。じゃあ皆様おやすみなさい、ちゃんと寝るんだよ。でもこの後すぐ寝るからね。